私は内田仁です。記録はドラゴンボールコレクション最多数です。私はギネス世界記録のために仕事を辞めました。私がコレクションを始めた理由は、もう物心ついた頃からドラゴンボールが好きで、その頃からドラゴンボールのガチャガチャの消しゴムを買っていました。中学生になってからのお話なんですけど、その頃はもうドラゴンボールが、あんまり流行ってなかった感じになっていて、でそれで僕もちょっと中学生だったので、ちょっと恥ずかしさもあり、近所でガチャガチャを買うのが恥ずかしくて、2駅先の駅まで行って、ガチャガチャを回したっていう記憶があります。私は20歳になって働くようになってから、僕のコレクションをいろんな方に見せるようになりました。最初はまだそこまでは持ってなかったんで、徐々に増えていくにつれて、ちょっとおかしい人なんじゃないかなって思われ始めました。こちら孫悟空さんルームになっております。ここにいる孫悟空さんの数は4000種類あります。私の人生の目標は野沢雅子さんに会うことです。なんでかっていうと、子供の頃からお化けが怖かったり死ぬのが怖かったりしてたんですけど、その時に野沢雅子さんがする孫悟空さんの声にいつも助けられていて、で、それがずっと続いて、子供の頃からずっと思ってたことが今になってもずっと続いてて、なんとか自分は野沢雅子さんに会いたいと思って、でその時に、どうやったら会えるかなと思ったんですが、その時思いついたのが世界ギネス記録 でそれにチャレンジして、自分の全てをかけて、人生を全部諦めてでも野沢雅子さんに会いたいっていう気持ちがすごい今は強いです。まずストーリーが分かりやすいっていうのと、それで子供から大人まで楽しめるアニメだと思います。であと、キャラクターですね。本当にすごい孫悟空さんっていうキャラクターがすごい、いいキャラクターなんですけど、その他にも、他のフリーザだったりベジータだったり、いいキャラクターが他にもたくさんいて、でやっぱり悟空さんだけじゃなくて、いろんなキャラクター好きな人が、世界の人たちでもいるんで、やっぱりキャラクターとストーリーの分かりやすさだと思います。私が思うのは、やっぱり諦めないことを伝えたいだと思います。でまず悟空さん、戦う前はまず敵の方が全然強くて、でもそれをどんどん超えていって、悟空さんがどんどん強くなっていく。で、何か壁にぶち当たった時にそれを超える。でそれをどんどん繰り返していって、成長していく、さらに強くなっていくっていうところは、やっぱり自分の中でも、自分が勉強とかしている上でも、勉強してどんどん壁を超えていくっていうのと同じで、そういうふうに強くなるみたいな感じで、いろんなものに自分はチャレンジしていたので、やっぱり成長していくってことを伝えたいのかなと思ってます。私の思い出深い話は、アメリカのテキサスのカメハコンというイベントに行った時の話です。でそれは私が SNS などで自分のフィギュアコレクションを、投稿している時に、海外の方からドラゴンボールイベントのカメハコンがあるので、そのイベントにフィギュアを展示させてほしいということで、私にお便りが来たので、私はアメリカのテキサスに行って、そのフィギュアをカメハコンで展示しました。でその時にいろいろな海外の方からフィギュアと一緒に写真を求められて、でいろんな人たちと、話せたり、一生の時間を過ごせたっていうところが、すごい自分の中で、思い出のある出来事です。